はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回は提督の決断法パープギットを続きをプレイしていきましょうというところになります。すでに開発、あるいは生産は終えています。お金もなくアルミもないというところになるので、早速今回の作戦目標から決めていきましょう。まずですね、ベル沖、ここはあと1週間かな、違う、あと1ヶ月と1週間守らないといけないので、このペルー沖には艦隊を残します。ただ、大破しているもの、中破しているものを含む第2、第3、この両艦隊は、一度アメリカの西海岸まで退避、ドック入りさせましょう。で、その間の防衛なんですけども、まずですね、メキシコの西海岸、ここには、今艦隊がいない状態なので、ここに艦隊を出さなきゃいけないという状況になります。でここに送る艦隊が実はないので、どうしようかなというところなんですけど、まずペルー沖に入っている艦隊のうち、この第一艦隊ですね、この第一艦隊を一旦西海岸まで退避、メキシコの西海岸ですね。で、肝心のペルーはよって、この潜水艦隊1個艦隊のみになるんですけど、万が一ですね、ペルー沖が奪還された場合は再度再奪還を試みるということで、一旦戦力の回復を目指します。これが太平洋艦隊ですね、対アメリカ軍の作戦概要になります。ヨーロッパ前線の方なんですが、ヨーロッパ前線の方はですね、ちょっと艦隊が今どちらかっているなという印象があるんですが、まずアフリカの西海岸、ここに入っている第9艦隊ですね、これをカリアナ沖に送りつつ、カリアナ沖にはイギリスの艦隊第6、第13の両艦隊が入っているんですけど、これをまずは完全に撃破しちゃいましょうというところになります。なので、ジブラルタルを空にすることはできないので、戦力が割と充実しているこの第11艦隊ですね、これをカリアナ沖へと進出させますということで、艦載機積んでいきます。おっと、艦載機が足りないね、数が本当に、飛行機の数が足りないね。空母で組んできたはいいものの、救急の艦爆とかも前線に配備しなきゃいけないっていう状態ですね。これがなかなか辛いとこだな。第11艦隊、これも空にはできないんでね、どうしても敵艦が攻めてくる可能性があるんで、そうするとまずは西海岸に入っているこちらの艦隊ですね、それなり戦力が充実している第9艦隊、これをまずはカリアナ沖へ送っていきます。でさっき見たジブラルタルですね、ジブラルタルからは戦力の充実している第11艦隊、これを持って、撃破に当たるというところになります。なのでカリアナ沖、ここを今度こそ確実に奪い取るというところですね。まあ、前回の戦いである程度傷はつけているんで、そこをどううまく対処するかっていうところと、その後はですね、ホーグランドからラプラタ、この辺りも完全に解放してアフリカ戦線を、決着させるということで、アフリカに戦力を割く必要がない状態にしていければいいかなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。2個艦隊、8隻の空母、ただしその8隻の空母のうちほとんどの艦隊の空母で航空機を満載している状態ではないというのが、心配な点と、あとね、ここまで航空機、大量に生産をしてきてるんですけど、いずれも最新鋭機ではないというのがちょっとね、怖いポイントかなと思います。かつ今回は確実にイギリス軍の艦隊2個艦隊が入ってるんで、この2個艦隊をね、どう始末をつけていくかということになると思います。で敵の航空基地は2つ、数でいうと護衛機が11、
爆撃が22、まあ、あとは直縁が3、偵察が2と、まあ、大した戦力ではない。一方、第一飛行場はもっとしょぼいですね。護衛が2、爆撃が4、雷撃が2、偵察が2に直縁が4という陣容です。で、味方の方もね、結局その、見てもらった通り、こっちの艦隊は、そもそも、新型の、基地型空母じゃないんですよね。なので、装甲がほぼない。ちょっと待って。勝利はなぜ、撤退しようとする？もしかして、積んでいなかった。そうか、この昇竜の方はそもそも積んでないね、飛行機を。これは無駄だわ。さあ敵の艦隊発見。うわ、しかも潜水艦だ、アメリカ軍の潜水艦だな。よし、とりあえず迫っていたアメリカ軍の潜水艦は撃破しましたね。さらにアメリカ軍の潜水艦、魚雷撃ってきてるな。しかも数が多い。うわ、アメリカ軍の潜水艦部隊だ。まずいぞ。やられるな。待ってくれ、空母がやられるのは避けたい。ぐは。マジか。見えている。いやー、アメリカ軍の潜水艦部隊の前になすすべなしだな、空母が。撤退しよう。だー、やられた。これがあるから怖いよな、潜水艦相手は。グッ。待ってくれー、ここで空母2隻撃沈されるか。いや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 、洗練したかったのに破壊しちゃったね。まあ、それはそれとしてだ。空母2隻喪失か。いやー、アメリカ軍も油断ならないね、ここに来てやっぱり。
まあ、確かにね、このままチャカチャカチャカっと攻略が終わっちゃうと面白くないというのはあるものの、やっぱり空母2隻一挙喪失はでかいな。艦隊の行動に制限が出てきますよね。まあ、後続で空母作ってはいるんですけど、さああとは敵の艦隊がどっかに潜んでいる。でも揚陸艦は用済みなので撤退させましょう。これを見ると空母がいるな。イギリス軍の空母がどっかにいる。相手の帰っていく位置を見ておくと、この辺りに敵の空母がいそうですね。しかも敵はこちらの位置を確認済みか。さあ夜のうちにお互いの位置を見失うはずなので、ここでもう一回索敵のやり合い試合が始まりますね。ここでどっちが先に敵の艦隊の位置を把握するか。ちょっと待って、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 夜のうちに敵の潜水艦が忍び寄ってきてたな。完全にやられたな。全天候型のね航空機はまだないので、いや、このカナリア沖手こずりますね本当に。敵の潜水艦だ。しかも敵の潜水艦は2隻3隻と。ぐっ、魚雷で沈められるか。空母もやられてるね。まさかここまでやられるとはな、アメリカ軍に。ただまだまだ戦えますからね。敵の潜水艦にだけは注意して、イギリス軍の戦艦を1隻でも多く沈めておこう。今後の戦いを有利に進めるためにも。偵察機が飛んでるんだよね。空母はいないでいいのかな。うわ、大戦艦部隊じゃないか。この戦艦部隊だったんだな。
偵察機がやたら多いなと思ったんですけど、こんだけ戦艦がいたら偵察機の数も多いですね。これは敵の戦艦の射程、主砲の射程圏外から一方的に攻撃を仕掛けていくのがいいな。いや、直縁機もいるな。敵のあの直縁機はどっから飛んでる？爆撃機もいるということは空母もいるぞ。よし、ドッグファイトで敵の爆撃機は撃破したね。敵の空母がどこにいるんだ。いや、カナリア沖3個艦隊投入するべきでしたね。ちょっと見通しが甘すぎたな。いるぞ、敵の空母がいる。ここだ、軽空母プレミア。軽空母だけか。ちょっと火力不足ですよね、戦艦を沈めるには。カナリア沖鬼門になってますね、ここまで。ただ敵の、まあ、軽空母とはいえ空母からの攻撃の心配はさっきの空戦ドッグファイトでなくなったかなと思うので、あとはこちらから一方的に攻撃を仕掛けましょう。まあ、軽空母プレミア、これ沈めておきたいよな。ただちょっと火力不足なんだな、やっぱり。沈めきれてないですね。空隊発艦。まあプレミアぐらいは沈めたいけどな。よし、空母は落とした。やっぱ戦艦ともなるとそうそうはダメージが通らないね。エキリス君も本当によくよく戦艦作ってくるな。
なんか戦い方が本当に、まあ、反対な感じがしますよね。イギリス軍と僕の操る日本軍など。ここで雨か。このまま夜になりそうだな。全天候型、まあつまり雨でも離発着可能な航空機がまだないので、手元に。夜間の空撃でどれだけダメージ与えられるかだよね。ここでまた雨か。いや、敵味方ともに損害甚大ですね、これは。特に前半、敵のアメリカ軍の潜水艦部隊に空母2隻、さらに随伴する艦艇、これも数隻撃沈されてるのが痛いな。それがなければ、この後半戦ね、しっかりと敵に致命的なダメージを与えるだけの戦力が維持できたのかなと思うんですけど、これカナリア沖また取れないまま終わりますね、きっと。空母に随伴する艦艇が3隻だけになっちゃってるもんね。いや、被害大きいわ、本当に被害大きい。アメリカ軍の潜水艦に面白いように沈められましたね。第9艦隊から正規空母2隻喪失、あとは駆逐艦、それに、随伴する駆逐艦が7隻、第11艦隊からは駆逐艦2隻が撃沈です。一方の戦艦なんですが、敵の潜水艦7隻、これを撃沈、あとはイギリス軍からは戦艦1隻を撃沈。あとは軽空母、軽巡洋艦、それぞれ1隻ずつ撃沈です。ちょっと随伴する空母に随伴する潜水艦、あるいは防空艦、これらをちょっと増強しないと危ないですね。カナリア沖は本当に硬いわ。
マダガスカルに一旦撤退だな。ダメージ受けてる艦艇が多すぎるので、ヤマート率いる第12艦隊は、一旦希望砲で踏みとどまってもらいましょう。でジブラルタル、ここも踏みとどまってもらうしかないので待機。でペルー沖はもう一度防衛を済ませたのでメキシコ西海岸に退避。メキシコ西海岸で敵の艦隊を迎え撃ちましょう。だいぶ艦隊にもダメージが出ちゃいましたね。そしたら生産からやりましょう。今回はまずはそうは言っても航空機あとは艦船だな。で今後の空母の就航状況なんですけど、洋上要塞型の空母が4隻、これがただまだまだ時間はかかるものの航続では一応入ってはくる予定ですね。そしたら洋上基地型の空母、これはあと2隻増産しましょう。今回空母沈められてるんで、まあ、洋上要塞あるいは洋上基地型空母であれば、まあ、少なくともね、以前よりは飛竜とか蒼竜というタイプのものよりかは圧倒的に防御力は高くなってるんで、まあ、そこでなんとか敵の攻撃をしのぐという戦いになるんじゃないかなとは思います。随伴する。戦力がちょっと乏しいよね。で防空の駆逐艦はもう生産をやめて、防空の巡洋艦、特に軽巡洋艦ですね。さっきカナリア沖の戦いで見てもらった通り、アメリカ軍あるいはイギリス軍いずれにしても潜水艦に対して無防備すぎることが露呈してしまったので、潜水艦に対する防御攻撃力を高めるんだったらやっぱり軽巡洋艦が一番向いてるかなと思うんで、爆雷をね確か巡洋艦は積んでいないんで、軽巡洋艦だったらねご覧の通り爆雷装備してるんですけど、この爆雷をねなんとか敵の潜水艦に当てていきたいなというところですね。いやそれにしても本当に艦隊のダメージがでかすぎるな。イギリス軍アメリカ軍はねこちらが攻めてくるところに戦力を集中して配備しておけばいいですけど、我々日本軍は戦域が拡大しすぎてるんで、どうしてもね部隊を分けて行かなきゃいけないっていうところから戦力が分散して、さっきみたいな形、3個艦隊投入しておけばよかったっていうことにやっぱりなっていくというのがあるんですよね。では輸送船をちょっとだけ作っておいて、これを新たに取ったところに、あそうか、でも多分ペルーとかも配備してあるよね、輸送船ね。じゃあ一旦これで止めおきましょう。で技術開発、いや兵器開発が先かな。全天候型のものは今開発には載せました。開発中です。だから近い将来のうちに技術開発が終われば新しい全天候型のものが入ってくる予定です。
そうだな、今回はドイツ軍に鉄を5000供与しよう。カナリア沖のこの戦いが思いのほか殴り合いになってしまったっていうのが痛かったかな。はい。ではですね、ちょっと次回はおそらく最初、艦隊の回復、行った後にカナリア沖、今度こそ奪取するべく、艦隊行動に移っていきたいと思います。では、今回はちょっとね、不甲斐ない戦いになってしまいましたが、ここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。